皆さんこんばんは。今週も始まりました森下仁丹プレゼンツバイオレディオでございます。さあ東京でじゃじゃん、はい、海外旅行とかよく行かれます？昔はよく行ってました。おすすめの国とかこういうとこは好きでしたとかあります？アジア大好きです。食事が結構辛いのが大好き、エスニック的なやつが大好き、はい、あ、なるほどですね、うん、であれですか、別荘とか買おうとか考えたこととかないですか？全然ないです。全然ない。買える気がしない。買える気がしない。そうですか。買えるんですか？いや、わかんないです。ちょっとですね、今回そんな、はい、なんかちょっとそういったことを聞いてみたいなという思う、そんな素敵なゲストの方に来ていただいておりますので、ちょっと紹介の方お願いいたします。はい、では今日お越しいただいたゲストの方をご紹介します。プロパティアクセス株式会社代表取締役社長の風戸博樹さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして森下隆一先生にも来ていただいております。よろしくお願いします。はい。なんか今日は海外の不動産を買えると聞いてきたの。いや違う、美味しい話を聞いてきた。そうそうそう、嗅ぎつけてきた。儲かるという噂を聞いて。そう、風戸さんでございますけども、ちょっとなんかあの男前な社長さんでございますけども、うん、プロパティアクセス株式会社という会社でございますね。はい、はい、どういった会社かちょっと説明だけいただいてよろしいでしょうか？はい、あのプロパティアクセス株式会社はですね、はい、あの主に海外の不動産を紹介、日本の方に紹介している会社で、で、もともとはシンガポールで会社を設立しまして、拠点がシンガポール、そしてフィリピン、マレーシアに東南アジアありますので、はいはい、その東南アジア圏の不動産の情報というのをこう集めて、で、日本の方に適してるなといったものをあの選んでご紹介して販売をしております。ほう、ちなみに儲かる？そうですね、あの物件の見極めは非常に重要で、うん、儲からないものもありますし、まあ、あのこのエリアとかこういうものだったら貸しやすいとか、長く持ってて価格が上がりやすい、価格のギャップがこう高いのと低いのもありますから。はい、例えばフィリピンとかのマンション買って投資しましょうって話？それはマンションでもない。マンションが主ですね。マンション、あとホテル。ホテルも？ホテルですね。あとオフィスも実は売りに出ていて、はいはい、あのホテルとかだと本当一室持って、はい、ホテルのオペレーターさんが全部やってくれて賃料が入ってくる。それしょぼいホテル？いや、あのいろいろあります。3スターから5スターまであります。とかそんなとこ買える？めっちゃ買える。そんな買えない。いつも以上に今日興味津々じゃないですか。ちょっと興味あるな。あのリッツとかああいうちょっとブランドがすごいついてるところは、はい、売りにはなかなか出ないんですけど、あのリッツのレジデンスは売りに出ますね。ホテルにこうの上層階が例えばレジデンスになってて、はい、お住まいになれる。リッツとかフォーシーズンズとか、うん、日本にあとバンヤントリーとか、そういった5つ星のホテルの住宅を買うことができます。へえ。基本的には皆さんその安い時に買ってそれをまあ貸すなり、あとはまあ高くつくタイミングで売ったりをするっていうことですか？そうですね、あの日本と違って不動産の価格の上昇力が、うん、あの非常に強い。はいはい、そうですね、昔も日本だとずっとそうですね、うんうん、元気なところはね、はいはいはい、もう今はかんけど。そうなんですね。何パーセントぐらいでもあるのそれって？今割はあの大体フィリピンとかベトナムだと6から10ぐらいの利回りですね。でかつプラスで毎年の不動産の価格上昇率が大体5から10ぐらいあるので、それを合算していくと、まあ、少なくとも10、組益も含めて10、でいい物件だとまあ15とか、ホテルだと利回り高くなるんですね、実は普通に貸す、はい、じゃあうまくいったら5年で倍ぐらいとあるわけ？5年で倍のケースはもう今まで多々あるんじゃないですかね。どうですか森下先生ね、興味あるな。静香も結婚したし。いや、そうですね、じゃあ僕に一つどっか物件ください。紹介はしたい。あ、今おすすめっていう国あるんですか？ここですよ今はって、今年に関しては。そうですね、おすすめは我々はフィリピンが一番いいと思っていて、はい、でやはり人口がすごい多いですね。1億人以上の人口で、その空室率というあのお部屋を買って貸す時の稼働ですね、稼働の状況も非常によく回る、はいはい、そしてキャピタルゲインも取りやすいということで、はい、フィリピンを一番おすすめしてます。ちやちゃん行ったことある？フィリピンってセブ島あるところですか？セブあります。セブ島に行ったんですね。セブ島です。あ
あ、フィリピンがいいんですね。なるほど。ちなみにいくらぐらいで買えるのそれ、うん、その一番下から上まで、まあ、上があると思いますけど、上はもういろいろあるんですけど、僕でも買えるやつあれもミニマムどれぐらいかだけ、うん、ちょっと500万円ぐらい、500万ありますね。ある、はい、あります。あ、500万円で5年後ぐらいでもう倍、5年後になるかもしれません。まあけど為替リスクはあるんだよね、やっぱり。あります。為替、今日本円すごい強いので、はいはい、あの、イムシいいと思います。今いいですよ、いいタイミング。そう、いいタイミングなんだ、はい、先生今いいタイミングらしいですよ、ね、これまさかこのまま契約するんじゃないか、今日中にクレジットで買えるかな、違うか予約はクレジットでもできます。あ、そう持ってきてますんで、後で。あ、すごい。ちょっと終わった後、じゃあじっくりと話聞きます。カサトさんはもともとこの会社やるきっかけみたいなのってあったんですか、そのなんか。あ、そうですね、もともと不動産の仲介をやって、はい、その後に不動産の投資会社で、日本の不動産の投資をやってたんですね。で、買う担当で、大体1500億ぐらいを会社のチームで買って、はいはいはい、こういうオフィスビル1棟とか、はいはい、ホテルとか、はい、リノベーションして、うん、バリューアップしたりっていうこととか、うんうん、まあ、ファンドを持ってる会社だったので、ファンドに入れたりとかリートに入れたりとか、そういうことをやっていて、でその後起業して仲介会社を作って、ソニーに会社を1回売却してるんですけども、はい、でそのソニーの時に、やはりソニーの人と一緒に会社作ると海外を見てる人がすごく多くてですね、でこの人たち、まあ、僕らみたいに不動産会社で日本国内やってると海外ってあまり接点ないんですけど、まあ、こういう人たちの発想すごいなっていうのを思って、で自分もやはり不動産で海外分かんなかったので、これは不動産のプロとしては海外行ってみたいなということで、シンガポールに行って会社を作るに至ったと。へー、そうなんですね。まだお若いですよね。そうです、今年38に、あ、僕の1個上です。1つ年上で、この差この差です。へえ、あ、そうですか。なかなか、じゃあ、もともとはじゃ あの不動産業を学生時代とかも やりたくてって言ったらおかしいですけど、興味あってその道に進んだら進んだんです。いや、もともとは全然興味がなくて。あ、そうなんですね。はい、家業も不動産関係なかったですし、はいはい、なのでたまたま不動産会社に入り、はい、でそこでですね。あ、そういうことなんですね。いや、これちょっとね、楽しみ。いや、これどこでその情報って手に入れたらいいの、海外の不動産情報って。海外の不動産情報は我々に聞いていただければこれ何か知る術あるんですかね、今そのリスナーの皆さん聞いてる、うん、あのあれ本があるとか。はい、あ、はい、ですね、我々やはり日本に住んでると、なかなか海外の不動産情報って拾えないので、はい、まあ、大きいものだとですね、はい、こういう、これ去年の冊子なんですけど、はいはいはい、インターナショナル不動産投資カンファレンスという大きなカンファレンスをやっていまして、うん、海外から20社ぐらい、うん、デベロッパーの会社さんが来られて、はい、こう出展をしてですね、当日いろんなセッションがあったりとか、そういったものをやってます。これを年1回、今年も行っていますので、はい、9月の6、7に、あ、新宿ルミネゼロホールで、今年の開催、はい、東京開催をいたします、というのが一つですね。なるほど。で、大阪県でもですね、はい、我々こういう大きいものは東京だけなんですけれども、はい、小型のですね、小さなイベントを随時やっています。はい。はい、これは2ヶ月に1回ぐらい。あ、結構頻繁に。はい。前回はインターコンチネンタル大阪で行いまして、それはフィリピンですね。それもフィリピンの不動産の情報を20名ぐらいの方にご紹介をします。プロパティアクセスさんでホームページ調べると出てくるの、そういう情報って出てきます。イベント情報がありますので、そこにこう今週のイベントというか、金のイベントという形で、行くには印鑑持ってかなかった。印鑑とかカードで大丈夫だ、はい、パスポートだけでもそこでだからおすすめなところをめちゃくちゃ紹介してもらえたり、まあ、こういうふうないいところがありますよとか言っていただけるということですもんね。そうですね、はい。これなんかもう一個本みたいな、なんかガイドみたいなのを今、はい、お手元にありますけども、はい、これがですね、はい、私2016年の末にシンガポールに移住して、はい、最初の1年間は東南アジアの不動産のマーケットとか、はい、
法制度とか、はい、どうやって投資とか購入ができるのかって、まあ、自分が調査してたんですね。ほうほうほう。で5カ国を中心に回ってですね、タイとマレーシア、フィリピン、ベトナム、カンボジア、あとインドネシアも行ってるんですが、はい、あのインドネシアは外国人持てないのでちょっと外してますけど。そうなんですね。はい、持てない国もあるんです。はい、なのであの持てる国で、まあ、どういった状況なのかっていうのをこの本で、ま、初心者のための東南アジア投資ガイド。はい、分かりやすい。これだタイ、マレーシア、フィリピン、ベトナム、カンボジア買えるってこと。日本人は買えます。これ税金ってどうなの。ちなみに向こうのそのなんていうの、いない間に入ってくる収入があるじゃない。はい、いわゆる家賃収入、はい、の税金ってどうすればいい。まずローカル、その国で課税されます。これ日本もそうなんですけど、やはり不動産っていうのは国の資産だという意識が政府持ってますので、基本的にはその国ごとの税制で所得税なり、譲渡所得税なり最初に課税されて、で日本居住の方だと、まあ、あの二重課税はないんですけれども、日本の国内で、通常課税される金額の方が多ければ差分を日本で払うと。ああなるほどなるほど、はい、おそういうことなんでございますね。いやこれでもこの本見たら素人でももう大体もうすぐ分かりますか。こういうふうに投資していけばいいんだっていうのが。そうですね、あの国ごとの特色が書いてあるので、はいはい、例えば、その方の投資の仕方とか、はい、移住をしたいとかいろいろなニーズでどの国が適してるんだろうなっていうのは分かるような形になってます。税制上のメリットみたいなのないの。東南アジアはそんなに強くはなくて、まあ、アメリカとかイギリス、我々も物件はダイレクトでは紹介しませんが、その取り扱いの会社は紹介しますけども、いわゆる節税ですね、スピード償却と呼ばれる所得税の節税というのは、オーストラリアやアメリカ、イギリス、ヨーロッパあたりはあります。じゃあちょっと先生、いろいろ今日聞いてるから、これ確実に今年年内買うな、これ多分。もうにんまりしてるもんな。そんなことないよ。いやにんまりしてる。購入したらビザもらえるんですか。なんだろう。あね、そうね、あ、はい、ね、行くからそれ言うんだよ。そうシンガポールとかそんな話聞いたことあるな、はい、シンガポールは今厳しくなったんですけれども、例えばフィリピンは投資家ビザが持てますし、はい、あとヨーロッパでも EU 諸国で持てるところもあります。いいですよね。結構いろんなメリットがちょっと聞いてるとあるなという感じでございます。フィリピンだとセブ島がいいの、はい、それともさっき言ったマニラとかいいの。ですね、移住だったらセブがいいかなと思います。リゾート地なんですけども、やはり都市の機能もあるので、人口も300万人ぐらいの都市なんですね。で、海きれいですし。一回だけ昔行ったことあるな、セブ島なんかホテルに一回帰ってな、よかった記憶はあるけど。これはちょっとセブ島にじゃあ一つ、森下先生の収録で。みんなで、みんなで。はい、次のこのラジオの収録は、もしかしたらセブ島でやってるかもしれませんけども。はい。じゃあちょっと興味湧いたなという方はですね、ぜひぜひこのプロパティアクセス株式会社、ちょっと検索していただいてですね、情報をゲットしていただいて、ぜひぜひ、ちょっと投資をね、カズトさんを、ちょっと聞いてもらって、いいとこないですかって聞いてもらって、投資していただければいいなと思います。ちょっと僕も投資できるように頑張ってお金貯めます。そうですね、はい、頑張りましょう。奥さんの許しが得れるか分かりませんけども、はい、ということで、本日そろそろお時間でございます。ありがとうございました。ありがとうございました。なるほどなるほどって感じでしたね、なんかめっちゃ聞きたいですね、もっといろんなこと、ね、いや僕に有り余るお金があったら全然投資するのにな。でも500万からいけるね、うん、うん、しかもなんか変にこうなんていうんですか、500万ないやろ。私もないけど変にでもね、あれですよね、なんか損しなさそうな感じがする、うん、いや自分も遊びに行けるんだら全然、ねね、別荘の感覚で持って持つ人もいるだろうし、うんうん、なんかいいんじゃないかなと思って聞いてるんですけど、ね、はい、その投資先に行くから、はい、会社とかだったら経費で旅費と落ちるのかな、あどうなのかとか、落ちます落ちますよ、はい、あいいことずくめじゃないか、うん、もうということで、うん、セブ島いいな、はい、ちょっとじゃあ皆さんでセブ島に興味が湧きまくったの で、 そうです、ね、さらに調べて投資できるかどうか考えたいと思います、はいはいはい、さあ来週は一体どんなゲストの方が来てくれるのでしょうか。今週はこの辺でお別れです。さよなら。